一番冷静で静かでしょ、うちの。リズメが得意な人が集まりましたね。リズメ。人狼寄りの感じ、うん、結構ね。じゃあ僕ら3人は飯でも食って。そうね、うん。ワンマンチームすぎる。これ勝ちましたよ、正直。いや、これは勝ったね。ポンズ何点？一番下です。4人ずつに分かれてリーダー1人決めて、その人の点数だから他の点数考慮に入れないんで、好きに情報共有してそのリーダーをできるだけ点数高いところへ持って行ってもらったらと思います。チームデュエルとかと違って同じチームのメンバーのピンは見えないんで、口で説明するしかないです。イエローが、中野アルマさん、高田さん、ポンズ野郎さん、伊豆さんです。めっちゃやかましいぞ。一番冷静で静かでしょ、うちの。リズメが得意な人が集まりましたね。リズメ、うん、人狼寄りの感じ、うん、結構ね、言っちゃいましたね、人狼寄りに。これ勝ちましたよ、正直。いや、これは勝ったね。ポンズこんなんだけど、クソうまいっすかね。確か強いんだよね。これ勝ちましたよ。任せてくださいよ。聞いてます。もう脳内に叩き込んでるんで、データをね。市外局番わかるから。うん、市外局番未だにわかんないです。市外局番どころか電話番号もよくわかんないです、実は。東海は僕、関西は高田さんと伊豆で、関東は、関東はもう全部、九州来たら終わり。行ってるんで、関東全部行ってます。そんなこと言ったら全部行ってるよ、俺も。高田さんの方が絶対行ってるだろうな、多分。行ってるわ。あるぜ。じゃあ僕ら3人は飯でも食って。そうね、うん、確かに。ワンマンチームすぎる。ちょっとご飯温めてきていい？ポン酢あと全部5ラウンド。あ、今からは僕らのと、まあ、でも任せてくださいよ。飯食いに行きません、外に。別に。あ、いいよ。あいつら泣かせてやりますよ、俺一人でやってたんだぜっつって。いやでも勝ったらドヤ顔でチームで頑張ったって言うから。そう。言うよ。負けたらもう誰も協力してくれなかったって言って、勝ったらドヤ顔。負けたらポン酢のせいっす。最悪だもん。地獄じゃねえか、一人でやって負けたら俺のせいで。で、勝ったらチーム戦のね、結果っていう。ちゃんと聞いてますよね、皆さん今の。ね、録音しときました、ちゃんと今の。わけわからない。ミュート。ミュートかーい。ミュートかい。白抜きの人が全員入力されたら次のラウンド行くようにしてます。了解です。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、す違う。上がろうとしてる。終わろうとしてた今。マイクラに引っ張られすぎてません？なんかサーバー立ててましたね。建築サーバー。ポンズ適してる、多分ルール的に。おもんないやつは殺すみたいなルール。ああ、一番いいじゃないですか。おもろいやつしかいないサーバー。プレッシャーやば、サーバーの。入ろうと思わねえ、マジで。ちょっと SE 行きますね。なんだこれ。これ何？え、SE？ もう始まってるこれ。始まってるよ。待って。え？お前、え？もう10秒経ってる。あった。え、なんか僕、待機画面なんだけど、ちょっと待って。それ多分、リロードすれば治るかな。湖畔の駅って書いてあるから。青少年旅行村、憩いの森。なんだこれ。あ、十勝、え？十割そばか。惜しい。え、なんか僕、追い出されたんだけど。え？言った方がいい？いや、まあまあまあ。え、ちょっと待って。只見町ってどこ？あ、入れた。オッケー、ナイス。只見町旅行。あと3分半しかねえや。只見町。全然大丈夫でしょ。只見。ただこれ、戻るか。え、これ、湖畔だよ。あ、ほんとだ。湖の近く。コイノモリキャンプ。お。南海津警察署、南海津。あ、でも0241。あ、北の方だ。多分、北の方かな。024182やから。うん。北海道って02あんの？いや、ない。01のはず。でもなんか02って確かなんか長野とかも入ってた気するから。いやー、そうだ、ムカついた記憶あるわ。それだね、証明的に長野ではないと思う。いや、確かに。普通に東北だと思う。まあ、ただ見っていう地名ですよね、これ全部多分。なんか聞いたことあるんだよな。南海津あれっすね。アウに歩こ三髄のこれ歩いた方がいいな。うん、ちょっとなんかわかんないっすね。只見町なんか最悪植生とかで行くしかなくなりそう。これもう勘で刺すしかなくなる説ありますか。これ最後はこれやばいな。青看板見たって言ってなかったっけ。青看板見たんですけど何の情報もなんか。一番最初のやつ、タコクラダム。タコクラダム、うわ、これ何や。うわ、これ田んぼの谷、子供の子に蔵。わかんないな。魚沼まで55キロの252号線。あ、じゃあ、東北ですかね。新潟方面？東北あたりですかね。うん、魚沼ってどこだっけ。魚沼産コシヒカリ、よく聞きますよね。そう、魚沼産コシヒカリだよね。あー。
どこだ？柏崎跡。柏崎はあれっすね、新潟っすね。はい。でも柏崎までめちゃくちゃ遠い。で252号線。マジでわかんない。国道です。南郷とこれ250です。ああ、只見駅しても意味ないのか。只見駅近い、只見駅。はい。わかんねえな。あ、街中出た。今252っすか。252。ダム。街中じゃないんだ。南郷にどこ？木でも見えるはずなんだよ。あった。どこっすか？どの辺？あったけど、柏崎までこれ近すぎるな。25にどの辺にあります？普通に柏崎市の右下ら辺に25にはあるんだけど。あ、本当ですか？柏崎の近すぎる、これ。柏崎まで116キロだから。ちゃんこ鍋ある、ちゃんこ鍋。めっちゃ遠いんだよな。で、25に。本当だ。何町だったっけ？只見でしたね。下郷ってあります？下郷この辺じゃない？何ダムだ？タコクラダム。タコクラダム。わかんねえ。わかんねえこれ。25にどこ？これこれなんて読むの？切れてんだよな。立て、た、え？立ち野川集落っていうところに来ましたよ。立ち野川集落。あ、やばい。あ、やべ、何もさしてんけど。あ、魚沼あったってことこっちか、この辺。まあこの辺に刺しとけばいいか。いや、55キロってもっと遠いよな。あ、全然遠いわ。ここか。うわ、ドピンしてるやついる。強っ。うおー、うわー、強っ。やばっ。すごっ。我々だけで。うちのチームまずいです。うちのチームだけ。あー、弱い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 。ポンズ何点？一番下です。3876です。すいません、ちょっと。あ、只見線ってあるわ。3876。ウオルマから後発。ポンズ何点って言った？3876。めっちゃ真ん中らへんだな。ちょっと僕が歩きます。ちょっとウオ沼見つ、え、歩いてなかったの？あー、あんまり歩かなかったです。看板見て、僕が探した方がいいかと思ったけど、多分僕が歩いた方がいいっすね。これ、ごめんなさい。これ、ドンピすごいな。25に行ってたんだ。ポンズ行って僕らが情報出すとかの方がいいんか。只見町結構引きでも出るの。ほ、うんとだ。なんか、探し、地図ロラしたら結構見つかったかもな。出ねえだろうと思って。めっちゃ引きで見える。結構引きで見えるね。ほんとだ。新潟の右上に巣があるな。普通に映ってるわ。あら。あら。まあまあまあ。まあ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 。おまおじ何点だ？おまおじ。おまおじさんは4523。4523点だ。トータスさんほぼドンピなのに。この点数なのにおまおじ45なの？黄色すぎて見えん。仲悪くなってますよ。お前どこ刺してんだよマジで。お孫さんのスプレッドシート斜め文字に書く人が黄色いし見えないし、黄色いしが文字でけえし、見にくこれ。ちょっと頑張ります。真正面行きます。後ろ行こう。歩こう。あ、でも正面でも大通り出るな、うん。あ、浜松だ。オッケーオッケー。佐藤町、佐藤町。佐藤三丁目。佐藤ってもう本当にあのよくある名字の佐藤ですよ。了解です。佐藤町。中区。中区です。了解です。浜松市の中区。中区の佐藤町です。そんな感じですね。国道152号線が近いです。あ、中区あった。あれ、どこ、何県？静岡、浜松の中区。浜松駅、中区。何通りだこれ。あ、岩田ってこれか。150何号って言った？152号線ですね、国道。152、OK っす。あ、でもちょうど中区のとこにありますね、152。え、中区に152なんてある？県道じゃなくて？あ、じゃあこれ県道や。間違えました。国道やから。ああ、じゃあ国道や。合ってるか。152や。合ってますよ。国道152、浜松城のところの。ちか。いいの、本社と岩田。高林、佐藤、どこだ。六軒道路。ちょっと歩くか、もうちょい。結構道路でかそうだけどな、これ。うん。佐藤、どこだ。東名浜松がある。ん、この辺りじゃね、六軒道路って。あれ、これ六軒道路やの、俺が見てるとこ。ちょっと待ってください、ね、上か、だいぶてか佐藤…そっちかいじゃん。この辺じゃない？
あれ六軒道路やんな。152号。152号が道ですか。これ152号の方に行けるやつやから、あ、こまん、結構アップしないと出なさそう。これ六間道路ってとこに今来たけど、あ、川がある。なんかね、浜引きで見た時の浜松城のちょっと右上のとこにある国道152号線と普通の六間道路っていうとこが交差してるあたり。ここだな今、多分その辺りは多分近いと思うけど。どこもショップがあるか。永田クリニック、オレンジ薬局、新田岩田、こっちか。152なのこれ、何橋だ。交差点の名前書いてあるからさ、交差点の名前探したらいいだけなんだけど、50にたどってないんだ。交差点、佐藤町なんですよね、1個。佐藤町なのよ。それがないんだ。交差点の名前が佐藤町ですか。うん。そうそうそう。六間道路を今行ってるけど。この辺近いんだけどな。中学校前。中学校前。ないな、152。あ、これだ。あった？あった？いや、だいぶ近くには来てますね。オッケー。で？え、これどこ？逆に下の方で257節。名越公園前。佐藤町。佐藤町っていう交差点がないんだよ。これ通ってる道って本当に152なの？俺どう行ったんだこれ。むずっ。あれ、やべ、言うとあと20秒しかない。ああ、短い。あ、やべ、覚えてねえや、どっちから来たか。え？合ってるこれ。佐藤町、だいぶ近い気すんだけどな。え？もうちょっとこっち行ってもいいか。この辺か？岩田が？だいぶ近いはず。あ、まあ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 。うわー、ごめんなさい。こっちで152なんや。またやったこれ。あ、でも4992だから、まあまあまあ。あ、佐藤町これか。あ、4992は全然耐えてはいる。あ、ゾイじゃないんすか。やっぱ。ゾイじゃないんか。ゾイじゃなかったな。あの、看板の名前が、青看板が152、こう、右に152だったから。あ、88。B チームクソ強え。まずい。B 強っ。すごっ。とりあえず、あの、打倒魔おじさんで。了解。北海道来たら一撃で変わるから。あ、まただ。どこだ？ドピン頑張ります。白い子。ああ、でも田舎っぽいよ。あのローソンあるわ。青缶もある。あ、ナルト、ナルト。ナルト、オッケー。とりあえず。これ高速の乗り口あるぞ。とりあえずナルト、了解。ミカもナルト、132号線と192号線が近い。132と192。国道192が近い。近いのかな？東三好町。ってか、鳴門ってどこ？鳴門ってなんか兵庫のあれじゃない？鳴門は徳島とか、うん、京都徳島の間。134か。福島と。四国。四国。鳴門とりあえずここでしょ？うん、ああ、鳴門海峡みたいな。そうそう、鳴門海峡橋。132見つけたら、あ、東三好町ね。三好はひらがな。進まない。高速って何か書いてありました、高田さん。これ歩いた方がいいな、ダメだ。これ本当に良くないわ。お、あった。うわ。歩くべし。三々大橋。と、ああ、三好市があんのか。ああ、俺なんか見たな、三好、この辺り。徳島の話やったぞ。下行っちゃった。戻して。徳島自動車道。三好市の方にあったやな。あったあったあった、東三好市あった。どの辺？徳島のほんまにど真ん中ぐらいで引きで見える漢字の三好市と東三好町って出てくる。徳島のど真ん中？ど真ん中、ど真ん中方面かな。引き、ね、結構引きで見える東三好町と徳島市。徳島、徳島市ってこと？徳島市ではないですよ、これ東三好市の近くなんで。どこだ？シンプルになる一番右端が鳴門なんで、そこから左の方を見ていくと、はい、ちっちゃい文字で東三好町って出るんやけど、うわ、わかんねえな。どうやって伝えたらいいやろな、これ。鳴門？何？鳴門？鳴門市はわかってますよ。
一番右端ナルトやん、うん、そっから引きで見たときに、はい、下になんか板野町とかある近くにナルト線で、はい、板野町あります。そう、その左って淡し、その左で三間市、剣町、東三好町、 あ、本当だ、あったあったあった、東三好町、この辺り、この辺り。サンキューです、あざす。これ、まあ、ある全然歩いてねえ、僕だけ何もついててね。ナイスナイスナイスじゃねえわ。あ、いや、違う、伊豆さんね。で、ナイス。三好町なの、これって。そうですね、なんか書いてありましたね、三好市。で、ローソンが近くにあるから、ローソン近いね。これのローソンに通ってるのは132号だから、はい、そう、ローソンに通ってるのは132号だね。あったあった、ローソンあった、ローソンあった。お、いいねいいね。132沿い、三好町、吉野川上に上がったところにあるわ。橋城みたい。吉野川どれだ、あ、間違えた。向こう三好町そもそも見つけれてない。見つけれてない。そういう気合でやるか。このローソンは、ね、ローソンって何も書いてないんだっけ。今度ローソンの位置や。でも一応分かった、この多分、多分ね。あー、ちょっと下手すぎる。あ、あと東三好町。そうそう、それのなんか吉野川挟んでる左上の方、なんか川挟んでるから。あ、あったあったあった。ローソン三好町何店ってやつ、足寄り店みたいなやつ、うん、いや、ローソン東三好町足より大点みたいな。オッケーオッケー、俺もそこまで惚れてる。あ、オッケーオッケー、じゃあもうそう、あとドンピー調整するだけ。オッケーオッケーオッケー。吉野町ってどこなの。結構なんかほんまに左の方っすね。ここだ。あぶねえ、なんとかドンピーはいけたかな。あ、それ多分それやと思います。ここかな。こっちか。オッケーオッケー、なんとかドンピーはいけたはず。あー、オッケー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 5000取れた。ナイス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 、ありがとう伊豆さん、助かりました。あ、でも梅健さんが落ちてる。梅健めっちゃ落ちてる。おっでかいでかい。梅健さんが3900点。ワンチャンある、ワンチャンある、ワンチャンある。全然あと2ラウンドでしょ。全然ありますね、前半の借金を返しに。あ、ハイブリさんも事故ってる。おっ、ハイブリさん、うん、梅ちゃん事故ってるから。どこが1位なの。お、今3位。10点3 20点差3位で、おまわりさんが1位になっちゃったと。ハイブリさん抜いた、ついに。オッケーオッケーオッケー。全然ありますね、これね。お、いや、あるある。田舎や。ナイス。マイクは後ろ行くね。後ろ行こう。あ、後ろのが街っぽいな。前なんもないよ。後ろやっと街があるけど。爆走するしかないな。これでもだいぶ差出るよ、これは。なんかこのすんごい赤い屋根ってなんかなかったっけ。なんかこれはさあ出そうだな。これさあ出、これもチャンスよ。いや、どっかの地域的な話だと思うんだ。めちゃくちゃチャンスよ。もうそのまままっすぐ行くわ、もうがんまい。うん、前子です、これ前子なんだ、これ。あー、前子っす。八戸、青森な、七戸やから。七戸、了解了解。八戸の近くだ。ね、北の方に行くと七戸、東の方に行くと六戸っていう場所かな。了解。まあ、とりあえずその辺り、青森っすね。オッケーオッケーオッケー。でかいでかい。北が七戸なの。うん、あ、あったあった、七戸。はいはいはい。ノース行くと4と212。ああ、でも一応水道工事が十和田市長やから十和田の方か。あ、十和田じゃないじゃん。あったあった、めちゃくちゃ近くまで来た。オッケーオッケー。早っ。ナイスナイスナイス。もうこれ多分大丈夫だと思う、これはほぼ。早っ。僕今のところ田んぼ歩いてるだけ。うん、まあドピンいけると思います、これは多分。ナイス。あ、十和田市の消防局見つけたんで、十和田市確定ですわ。でここだろ。うん、でこっち行った時に、うん、この道があるから。もう歩きすぎて六の辺町来たけど大丈夫。絶対ドピンいける、これ。いや、これ長えな、田んぼが。田んぼ長えね。田んぼが長いから多少ズレはありそうっすね。これとアルマの行った方なんもない。なんもない、マジで。ようやく、ようやく家が一個出てきた。合ってるよね。ビニールハウスと。とりあえずここは間違いなさそうだな。うん。結構他のチームも寄せれそうな情報あったのか。寄せれそうではあるね、正直。合ってる、絶対合ってる。20点差とかだからな、ドンピで。どこらへんだこれや。これか。この田んぼクソむずいだろこれ。分からん。一応スタートの位置からずっとどっちだ、南の方に行っ
て、多分これ国道2号線かな。歩いてんだこれ。4号線は近いけどね。そうですね、2号線とか4号線が近そう。2号はないじゃない。2号ないこれ。曲が2号は多分曲がりとれてる。いやこれ結構南歩いたな。この字。この辺だろ、マジでこの辺だろ。ここ南に歩いて、これマジでこの辺っぽいな。矢印1個分で確か 10m なんだよな。さあ、この辺だ。ちょっと街見えるじゃん。あ、ほんとだ。こんな立派な道路反対側にはなかったの。あの青いのが、あった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 、消防局あったわ。消防団。いやポンズでもう微調整してるの。うん、微調整、ほぼ微調整してる。あ、じゃあオッケーオッケー。オッケーオッケー。これいいんじゃないか。ここか。多分。抜けるでしょう。はい、多分抜けるとは思いますが、多少ずれてる可能性はありそう。これがめっちゃノックスの広告出てくる。あ、なんだ。どっちだろうね。これはあれか。あぶら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 。ここじゃないんかな。なんか近くに小さく内田って書いてる。うん、内田らへんだと思う。あ、オッケーオッケー、じゃあ大丈夫。まあまあまあ、多少ずれてもっていうぐらいのところにはいますね。うん、オッケーオッケーオッケー。あ、でも いなさそう、いなさそう。4998点ですね。あの、梅健さん強いね。おまおじさん落としてない。てか、みんなあれだね。みんな落としてないね。みんな落としてないわ。まあ、微妙に詰めれたということで。いやいや、詰め。初動が悪すぎたな、こう見ると。初動取ってたらいけてそうだな。逆に2、3、4、クソ強いけど、ワンチャンはありますよ、全然。おじさん、事故。2位はあるし、2位は全然ある。一番上、事故ったら1、全然ある。まっすぐ行こう。ここ次第なんだよな。もうまっすぐ行こうかな。いやー、情報落ちそうだけど。ここは落ちそうだね、なんか雰囲気。まさき川、まっすぐ行って右行くわ。まさき川、まさき川、左の川は多分まさし、正しいに、岐阜っすね、多分発注者岐阜なんで。ナイス。岐阜土木事務所。あとは何しかだな。でこれ古川橋っすね、近くにあんの。はい、長良橋。違うのこれ、合ってるわ。いじら川。あ、岐阜だ、岐阜、絶対岐阜、絶対岐阜で古川橋を修理してるから。これ南行くと長良橋がある。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、いけそう。多分だいぶ詰めれそうな。なんだこれ。長良市ってのがあんのかな。江戸川上流河川事務所。長良。岐阜もでけえからな。でかいねー。長良橋ってどこにあるの。スタート地点からまっすぐ行って右に曲がるとめっちゃでかい道路に出る。俺もそこに多分出たっぽい。まさき古川っていう交差点探したいな。これ何号線だろう。これ77か。77号線のまさき古川。のりたけってやつも探したいな。これ歩いた方がいいな。でもまあ長良県道91号だな。お、91号と県道91はめちゃくちゃ近い。ここだな、91はこれだな。ちょっと歩こう。これ歩こうかいだ。いやでもバカでかい道路あるなこれ。あ、結構都心な感じするけどな。クソでかい交差点の近くにニトリがあるから。78号線、まさき78と77がぶつかってるな。77はあったな。78もあるよ。78と91のぶつかる交差点に俺は今いる。あったあった、交差点見つけたわ。ね、駅とかない近く。今度岐阜市のさ、うん、岐阜市にレティクル合わせてまっすぐ行って、うん、でそしたら画面の左側らへんにまさき中って出てこない。まさき中ちょっとずつアップしてって、まさき中っていうのが画面左側に出てこない。岐阜市アップしていくと。岐阜市のアップ、そう、岐阜市にレティクル合わせてアップしていって、うん、
まさき中までは出てこないな。でもなんか近く来たな。詐欺山ってやつ左にある？うん、ある。詐欺山店、薬の青木詐欺山店とかあるよ。詐欺山のその左上にまさき中ってあるの見える？あ、あった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 。そのまさき中の左下の交差点にまさき古川西がある、うん、ナイス。まさき古川西、あ、本当だ、あったあったあった。そう、そこがめっちゃ近い、スタート地点から、okay。 77と78ぶつかってるとこだよね。あれ、この辺川が集中してるのか。これだよね、まさき通りみたいなところだよね。あと、あと橋特定したらいいだけか。何橋だったっけな。古川橋。ナイスアシスト。前行くとね、すぐ橋あって、ああ、まさき土井まで来た。で、ノース見てこっちだ。ノース行ってイースト行って、そこだから戻る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 。どっから来たっけ。まだこの辺かな。これか、川行って、どっかか、この辺だ。あ、ちょっとずれたかも。あ、そっちか。やったわ、これだいぶずれたな。いやー、7番目。あー、梅ちゃんにちょっと負けた。4989。まあまあまあ、前半借金が。あー、ごめんなさい。普通にトータスさん、ネロちゃん、高っ。パイブリさんとこには勝って、うわー、おまおじさんちょっと最後ずれてたのか。あー、ずれてんのか。いや、でもそれでも4989やんか、うん、ポンズ11点しか落としてないから。これマジで1戦目だけや。マックスでもマックスでも勝てないね、多分。後半4戦強いな、うん、3位申し訳ねー。いや、惜しい。